山中時和増史、寺田寅彦、岩佐又兵作、山中時和増史というものが展覧されているのを一見した。その時気づいたことを左に覚書にしておく。欧州にいる牛若丸に会いたくなった母時和が次女を一人連れて東へ下る。 途中の宿で盗賊の群れに襲われ、着物を剥がされた上に刺殺される。その後へ母を訪ねて、状況の途上にある牛若が偶然泊まり合わせ、亡霊の告げによってその死を知る。そうして復讐を計画し、奇形によって賊をおびき寄せておいて皆殺しにする。後日、 再び欧州から大軍の将として上落する途上、この宿に立ち寄り、年頃に母の霊を祀る。という物語を絵巻物十二巻に仕立てたものである。絵巻物というものは、現代の映画の先祖と見ることができる。これについては、前にも書いたことがあったが、この山中時和蔵氏は、そういう見方の適切なことを実証するのに、 好都合な一例と見ることもできる。絵巻物の様々な場面の配列、モンタージュ、また一つの場面の推移を運ぶコマ数の安梅テンポの緩急といったようなものに対する画家の計画には、ちょうど映画監督、編集者のそれと同様な頭脳の働きを必要とすることがわかる。映画としてのこの 絵巻のストーリーは、サルカニカッセンより、中心蔵に至る、あらゆるアダウチ物語に典型的な形式を備えている。はじめは、アダウチ事件の素因への道行きであり、次に、第一のクライマックスの殺し場がある。その次に、復讐への経路があって、第二の頂点、アダウチの場になる。そうして、結局の大断言なり、エピローグが来る。 そういう形式がかなりはっきりしているのが目につく。映画のタイトルに相当する言葉書きの長短の分布も色々変化があって面白く、この点も研究に値する。二つのクライマックスの虐殺の場がかなり分析的にコマ数を多くして描写されている。展覧会場ではこの二つの頂点のところの肝心な数コマが 白紙で覆われてカットされていたことからしてみると相当に深刻な描写があって人間の隠れた本能を呼び覚ますものがあるものと見える全12巻の言葉書きというものを売っていたので買ってみると言葉書きの上段に若干の画面の写真版が並んでいてその中には蒸気のカットされたもののうちの23があるので大抵の想像ができる 第一の頂点では、時和と次女と二人が丸裸にされて泣き騒ぎ、その上に無残に刺殺され、次女の死骸は縁側から下へ転がされるという行きが数コマにわたって書かれてあるらしい。また、第二の山では、牛若丸が六人の賊をめちゃくちゃに叩き切る。そうして、二つ三つに切った死骸をむしろで包んで、 川へ流しに行くまでを精細な数コマに書き分けたものらしい。こういうことから考えてみると、この絵巻物は、一方では完全懲悪の教訓を含んでいると同時に、また一方では、おそらく昔の戦乱時代の武将などに共通であったろうと思われる、死虐的なアブノーマルサイコロジーに対する適当な刺激として役立ったものであろうと想像される。ことに、 第一のクライマックスは最も極端なアブノーマルエロチシズムの適例として見ることもできはしないかと想像される。こういうものがいかなる時代にいかなる人の求めによっていかなる人によって制作されたかということはいろいろな問題に連関して研究さるべき興味ある題目となるであろうと思われる。それにつけて思い出されるのは 仏教や野祖教の宗教画の中にも、この絵巻物の中に現れているような、不思議な死虐性要素のしばしば現れることである。十字架のキリストや矢を受けたセント・セバスチアンもそうであるし、また、地獄変装図や、それに似た野祖教の地獄図、セント・アントニオの誘惑の絵の中にも、同じようなものが往々見出される。 こういう一致は偶然のことではなくて深い奥の方に隠れた人間の本性に根を引いていることだろうと思われるのである。この間映画で見たがインドの聖地では自分の肉体を責めさいなむことを一生の唯一の仕事にしている人間がたくさんいるようである。どうも不思議なことだと思われたがよく考えてみると この謎が少しわかりかけたような気もするのである。昭和9年7月、セルパン。